こちらの方に奥様の布江夫人、また直子さん、悦子さん、皆さん駆けつけてくださいました。本当にありがとうございます。今ロシアがウクライナに攻め込んで、今もこの時命が失われる、そういう残念な世界の状況があります。私はこの水木先生お許しをいただければ、その平和の願いというものをここ境港の町から発信をしていく、そんな水木ツーリズムがあってもいいのではないかな。もう一度世界を平和にするためにも、水木先生の志をまたこの地上の上で広げていかなければならない。それが私たち残されたものの務めではないか。水木先生、本当に妖怪たちと一緒にふるさと境港と見守っていてください。おめでとうございます。おめでとうございます。